怪盗紳士として名を馳せるフランスのアルセーヌ・ルパン。その公開予告状がロンドンのフィリアス・フォッグ氏の邸宅に届く。はじめまして、私はシャーロック・ホームズ。こちらは友人のワトソン君。リンドー・アヤ、鳥かごに住んでいます。すでに世界に名高い探偵たちに依頼が求められており、それとあと2人、ロイスの指紋警備部がエージェントを派遣してくださるそうです。ロイス、ただの保険組合だろ。全員死ぬほど強い。ところで最後から2番目の夜というのは？80カラットのブラックダイヤです。20年前に手に入れたものです。なるほど、ルパンが欲しがる理由がよくわかりました。今夜の仕事があるから体力は温存しておきたいんだが、遊んでやる。あの予告状のせいで、なぜあんなものを出した？それが紳士というものかな。まったく、あの怪盗小僧とはよく狙いが被る。これからなんだけど、お仕置き。人間社会に溶け込んだ怪物、実に汚らわしい。何か策はあるのか？ガリスを使う。さて、お立ち会い。見つけた。最後から2番目の夜を欲しがる理由、やっとわかった。